ロストバード、ロストバード、ロストバード、ゼンタコラヌニ、1890年から1920年は、アメリカインディアンのラコタス族の女性で、ウーンデットニーの虐殺の生き残りの赤ん坊だった人物。ス族の言葉では、ジトカラヌニ、失われた鳥。1890年、現在のサウスダコタ州で生まれた。この時期、平原のインディアンは、ホリウチ、 リザベーションに押し込められ、制御の資料を禁止された上に、白人管理官のサボタージュで食料が供給され、飢餓状態となっていた。こうした中、パイユート族のオボカを競争とするゴーストダンスが、数族ら平原部族の間で熱狂的に広まっていった。ゴーストダンスを踊れば、白人の銃弾が体を通さなくなるという競技を、アメリカ政府は警戒し、これを徹底的に、 武力弾圧していた。ミネコン中数族に属する支派単家、ビッグフット集長のバンドは、このゴーストダンスの信奉者が多かった。タタンカイヨタケシッティングブルの暗殺後、彼を仕立っていた部族員、ほとんど非戦闘員の男性や、老人や女性や子供だったが、ノースダコタ州から一路このバンドに合流し、彼らを含めた支派単家のバンドは、雪の中、 ウーンデッドニーそばの冬の村へと向かっていた。アメリカ政府はこれを知り、第七騎兵連隊をはじめとする陸軍部隊を差し向けて彼らを打歩した。12月28日にウーンデッドニーに着いた一行は陸軍の命令でティッピーを張り野営させられた。12月29日早朝、陸軍は突然銃を無差別乱射し、虐殺を始めた。バンドのほぼ全員。 200人以上殺されたとされる。ウーンゲットニーの虐殺。その4日後、民間人のアルバイトによって、大穴が地面に開けられ、インディアンの死体は無造作にその中へ放り込まれた。この作業の中、凍結したら、コタの女性の死体の下から、赤ん坊の泣き声が聞こえ、女の子の赤ん坊が発見された。死んだ、この女性の娘で、発見されたとき、 母親に守られるように腕に抱かれうつ伏せになって発見されたという。その後、彼女はとあるラコタの老女のもとに引き取られ、ジトカラヌニと名付けられるが、アメリカ軍がラコタの野営に来たとき、ネブラスカ州軍を率いる、レナード・ W ・コルビー准将が、ロトバード、ジトカラヌニの英訳を、ウーンデットニーの虐殺の一きたマスコット的存在、として育てるため、反発するラコタの老女から、 ロストバードを無理やり力づくで引き離し、これを養女にした。レナード・ W ・コルビー殉将は南北戦争の英雄で名声を求めてウーン・デッドニーにやってきた人物である。ロストバードの話を聞いたコルビー殉将はインディアン排除を推進しながらもインディアンの孤児を引き取り、英雄となり、大統領となったアンドリュー・ジャクソン大統領のことを思い出し、自分もそれと重ねて、養子として、 彼女に白人名を与え、無理やり自分の屋敷に連れて行く。これは、ワシントン DC の社交会でも話題となり、彼は大統領から司法長官補佐の地位を与えられる。彼は、ワシントンを訪れるインディアンを歓迎するときに、ロストバードをひけらかし、自らも根血であるように装い、彼らの信頼を得て、後に土地の取引などをめぐり大きな利益を得ることにいる。しかし、 ロストバードへのマスコット的な扱い方に反発していたのがレナード W コルビーの妻だったクララコルビーである。クララは女性のための新聞の発行人であり、女性の人権の運動家でもあったため、クララは夫に反発し、彼女を教育し、白人として立派な女性にしようと決意する。しかし、白人側から見た。 価値観でしかなかったため、インディアンである自分のルーツを知りたがる娘の要求を満たすことはできなかった。ロストバードは白人の学校にもインディアン寄宿学校にも通うが、順応できず、差別や大罰などを受け、悪夢にさいなまれる日々を過ごす。一方、レナードは愛人であるメイドのビアトリスと駆け落ちをし、子供もできたため、ロストバードのことはもう相手にしなくなり、結局クララは、 レナードと離婚することになり、ロストバードは、貧窮することになる。17歳の時、クララは再婚したレナードにロストバードを預け、クララは妊娠し死産してしまう。レナードと再婚相手のビアトリスの下で暮らすことになった、ロストバードだが、その後も、虐待や、梅毒などで苦しみ、後に、生活のために移ったカリフォルニア州で、サイレント映画や、バッファロービルの、 ワイルドウェストショーで働いた、売春もしたとされる。そこで結婚し、子供も産んだ。1920年2月9日頃、スペイン風邪、インフルエンザが全国で大流行し、彼女もスペイン風邪により、2月14日、バレンタインデーの日に故郷を思い続けながら、29歳で死去した。遺体はカリフォルニア州の墓地に埋葬されていたが、 1991年、ウーンデッド二族教会がその墓を探し出し、遺骨は、故郷サウスダコタ州にある親族が眠る墓地に改装された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。